ご覧いただきありがとうございます。賃貸の正木です。本日は生駒市西松ヶ丘の方にございます。ペットと暮らしできる綺麗なアパートの方にお邪魔しております。で、ではですね、早速内装の方をご紹介いたします。まずですね、キッチンとリビングスペースとなっております。人気のカウンターキッチンとなっておりまして、3口の、ね、ガスコンロがついております。お魚ができるグリルもございまして、1階の部屋の方にはこのような活かした収納もバッチリございます。このように、ね、リビングを見渡しながらお料理の方もね、していただける素敵なキッチンですね。そして、こちらの方が洗面スペースとなっております。で、ね、こういった棚がね、ついているのが嬉しいポイントですね。またワイドな独立の洗面化粧台と、ここの方が室内の洗濯置き場、そして上の方にもね、タオルをエア、洗剤等をですね、収納していただける棚がございます。で、こちらの方がお風呂となっております。足の方ね、伸ばしてご入居いただける一つのタイプのかなりゆったりとした浴室となっております。上の方には浴室乾燥でしたり、もちろんね、オイラ機能もバッチリとついております。そして、収納スペースですね、こちらの方にもございます。大容量の、ね、収納となります。そして、こちらの方がアルソクのホームセキュリティの方と、こちらモニター付きのインターホンがございますので、セキュリティの方もね、しっかりとされたお部屋となっております。で、こちらの方ですね、玄関スペースとなります。この方がね、ゆったりとした玄関となっておりまして、かなりね、大きい全身の姿見がついたシューズボックスが備え付けになっております。で、こちら、ワンちゃんのね、リール等をかけていただける服も完備されております。で、廊下進みまして、一番奥の方ですね、がウォシュレット付きの綺麗なお手洗いになっております。で、廊下部分にもね、収納スペースがございます。日用品などをね、入れていただく収納にはね、かなり便利ですね。まあ、掃除機などもね、こちらに収納していただきそうですね。そして、リビングの方ですね、にはエアコンが1台備え付けになります。で、バルコニーがこちらですね。日当たりでしたりね、風通しも良好なバルコニーとなってまして、まあ、1階のお部屋の方にはこのようにシャッターもね、バッチリ完備されております。リビングもね、非常にゆったりとしております。まあ、今回ですね、1LDK タイプの間取りということで、まあ、新婚さんでしたり、ファミリーさん、またね、お一人でゆったりとお暮らししたい方にもお勧めできるお部屋となっております。で、最後にこちら洋室部分となります。主にね、寝室としてご利用していただけるお部屋になっておりまして、エアコンの方がね、なんとこちらにも備え付けになりますので、初期費用もね、ぐっと抑えられますね。また、大容量のウォークインクローゼットがございます。非常にね、収納スペースが豊富なお部屋となっております。詳しい情報につきましては、賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のもてなし、たらごころ賃貸のまさきでは、皆様の部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。